アフロヘアーアフロヘアー、あるいは単にアフロは、アフリカ系の髪型の意を持つパーマの一つである。髪を大きく膨らませ、丸い形にする特徴がある。20世紀にアメリカ合衆国の国色人種間で発生した。当時の技法はポマードを頭髪全体によく塗り、それにヘアアイロンを押し当てるという技法であり、特に当時の主流であった単髪や、 プロセスヘアに比してよく目立ったとされている。一時垂れたこともあったが、その後の公民権の獲得運動の中で、マルコム X やブラックパンサー等のに代表される、ブラックイズビューティフルとの主張が拡大した。黒色人種に多い宿毛を際立たせる髪型が注目され、その流行の中で数々のアーティストがアフロヘアで登場したこともあって人気を博した。 なお、手入れをせずそのまま放置すると、ドレッドロックス状になる。一部の批評家は、アフロヘアが特に、アフリカ的というわけではないと分析している。かつて強制労働を強いられる奴隷として、アメリカ、ブラジルその他の外国へ送られた黒人たちが、自らのルーツであるアフリカを、意識的に主張するために好む傾向もある。ありがとうございます。